ずメールご紹介しますね。ゆずこしょうさん、43歳女性の方です。ありがとうございます。田舎で教員をしています。出会いがなかなかありません。人間よりイノシシやシカなどの獣の方が出会う確率ははるかに高いです。わかります。どこにそんな田舎だとね、よくあるんですよ。仕事柄転職しなければ都会に行くのが難しいのですが、何かいいアドバイスがあればお願いしますというお悩みです。はい、ではお電話つながってますでしょうか。もしもし、ゆずこしょうさん。もしもし。どうも、ゲッターズ井戸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこに住ん、そんな山奥に住んでるんですか。山の奥ですね。イノシシがよく出るんですか。はい、出ます。その年末は本当に多いですね。あ、年末に出てくるんですか、イノシシは。なんかその 冬眠をする前に結構。あ、そか、食べて太る、里に降りてきますよね。伊豆古城さん、わかりますよ。本当ですか。はい、出ますよね。大変ですよね、運転とかね。はい、ちょっといろいろお聞きしたいんですが、あの、出会いがなかなかないということで、はい、あの、今同じ職場の方と付き合うっていう選択肢もなかなかやっぱりないですかね。はいはい、そうですね。職場もその山の中の学校なので、はい、とても職員も少ないんですけれども、男性はやはりほぼ既婚者、9割ぐらいですね。ゆずこしょうさん、ちなみにあの、はい、何の先生でいらっしゃるんですか。私は家庭科を教えてるんです。家庭科の先生なんですね。家庭科の先生なんですね。はい、そうなんですか。最後にお付き合いされていたのっていつ頃になるんですか。6年前に、はい、まあ、10年間ぐらい付き合ってた人がいたんですけれども。長く付き合ってたんですね。そうなんですね。お相手はどんな方なんですか。はい、相手は4つ年下だったんですが、楽しくて良かったんですけど、こう年を重ねるにつれて将来のことがこう心配で、なかなかあの、一定した仕事をずっと続けていなかったので、あれかなと思って。あ、お相手がなかなかこう、はい、職業結構転々とされてたんですね。そうですね。うん、今でもその方への思いってありますか。それ、まあ、時々思い出してたりはしてたんですけど、はい、なんか今年になってなぜかすごくこう気になっているんですよね。なんでかわかんないですけど。連絡は取れてるんですか。取れてないんですか。連絡を今年になってしたんですか。本当に5年ぶりぐらいに。向こうまだ独身なんですか。それがちょっとそこまでちょっと踏み込めてなくて、SNS でインスタグラムでつながってるんですよね。はいはいはい。ではゆずこしょうさん、占いまして、もともと陽気で明るいところと人脈ですね、はい、人との交流は好きな星を持ってはいるんですが、はい、どこか本音、ちょっと人に興味ないので、あ秋っぽさみたいなのが出るタイプですね。ただニコニコするだけで男性の心をつかめるっていい星持ってまして、はい、そうか、邪魔なのは天の弱を持ってまして、お、あと好き嫌いがはっきりしているので、はい、あで元からも言いましたが、この、そうで今、この12月か1月に試しに連絡してみてください。わかりました。向こうが元カノと戻るっていう運気を持ってます。相性で言うと友達みたいな位置には入ってるので、悪くはないので、はい、しかも、ゆずこしょうさんの運気、2022年、そっか、結婚出てるんですね。来年結婚は出てるので、じゃあチャンスつかめる可能性があるので、はい、ひねくれないようにすることと、たまに口が悪くなるので、ゆずこしょうさん、はい、言葉を気をつけて。ゆずこしょうさん、今あのもしかしてご自覚があると言いますか。はい、ありますあります。そうですよね。天の弱とかひねくれるとか。ね、へりくつも含めてちょっと偉そうな人嫌いな割には偉そうな口調と、ちょっと何でしょう、裏のネガティブ入ると急にマイナスの発言ばっか増えちゃうので。もともと陽と星持ってる割に急にマイナス発言が出てしまうので、はい、プラスのことをすごく意識して、特にこの元彼さんの場合は明るい子が好きなので、前向きな発言だけしてたら、じゃあこの人でいいやってなる可能性は十分あるので、頑張った方がいいですよ。わかりました、はい。ちょっと押してみてください、彼連絡して。ここでダメだったら2022年1月、2月か6月、9月ぐらいに出会う方がいいので、ダンスか音楽習うといいですよ。そう、山中なんもないですね。ダンス、ダンスやってなんかないですか。ダンス、大人のダンス教室とか
ね、近くにあったらいいですけど。ありますかね。近くにはないですけど、ちょっと車を走らせて。いや、まあでもそうするしかないですから、そんなね、待っててもイノシシしかいないですから。そうですね。イノシシと鹿と結婚するわけがないですから。でもあの、ゆずこしょうさんが彼のことをこう、振ってしまったんですよね。そうなんですね。はい。あの、彼に関しては、このタイミングだけなら、この年末と年始ぐらいに、昔の恋人から連絡があったら戻るみたいな運気が今だけあるので、ここで連絡してほしいです。しかも年上と結婚する運気彼が持ってるんで、とにかく褒めてください。かっこいい。一緒にいたら楽しいとか。ゆずこしょうさん、ぜひぐいぐいおっしゃってくださいね。はい、頑張ってください。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。押し切らないとね、まあ年齢がいいとか悪いとか関係ないんですけど、運気的にもやっぱある程度悩みがありますので、これに乗っかっててほしいですね。ぐいぐい行きましょう。では続いて、銀さんです。ありがとうございます。最近仲良くなった中学の時の同級生で、学生の時は何とも思わなかったのですが、社会人になってから彼の優しさや話しやすさなどが好きになりました。アプローチしたいものの、今更恋愛感を出せず、また大切な男友達を失うことを考えると告白できずにいます。しかも彼は地元で、私は東京にいるので、気軽にアピールできずに悶々としています。わ、男友達、女友達、これ前も言いましたけど、一生続かないからとっとと告白した方がいいですよ。一生続かないです。これ聞いてるけど、いや聞いたことない。40年間ずっと男友達女友達がいますっていう人の方がほぼないから、珍しいパターンかもしれないですね。結婚して子供生まれたらほぼほぼ全員縁切れますから。てか普通の男友達すらある程度距離空くので、もう切れるもんだと思って、結局振られるの怖いからだけが本当の理由なので、で相性を見まして、彼と相性いいんですが、はい、お互い方タイプなので、しかも銀の方頑固頑固なので好みがかなり限定しています。で、どうだろう。どうしたんですか、飯田さん。このタイプだと2021年12月か1月にどちらかが動かないと多分このままつながらないと思うので、で彼の方が肌の白お嬢さん風と明るい子、おしゃれな女が好きなので、なんだろう、今の乃木坂みたいな子が好きなんですよ。ああ、確かに肌も白くお嬢様っぽくておしゃれですね。なんかあの辺の明るいですね。あの今注目されてるような人たちが好きなので、はい、それに見合ってるかどうか、結構外見を気にするので、そこ、まあ、おしゃれにごまかしておけばいいと思いますが、銀さんの場合がちょっと変わり者なので、ちょっと奇抜な服装をしたりとか、おしゃれなんですけどね、ちょっと一般的じゃないとこにハマっちゃうと思うので、あと男っぽさは出てしまうので、色気を出すようにしたりとか、華やかさを出すと、なんかこの年末とか年始ちょっとたまにはご飯行こうみたいな、誘ってみて、その時なんかおしゃれな都会な女みたいな感じになってると、あれこの女いい人だと思ってくるので、一回ちょっと自分を磨いて髪型を変えてみたりね。じゃあ服装もちょっとジャンルを変えてみたり。女性なんて髪型変えたらもう別人になりますから、結構変わりますよね。髪大事ですから、とりあえず髪を切って、ちょっといい美容師さんのとこ行って、いっぺんちょっと遠い、ちょっと地元がどこか分かりませんが、会えるんでしたら会って見てください。イメチェンしてみてください、はい、ありがとうございました。本当にあの引っ越しですとか恋愛ですとかのお金のね、ご相談もありましたけれども、全てあの2022年すごく明るい兆しですよね。明るいけど、どうも山の中の人が一番大変ですよ。だってリアルに難しい。だってイノシシとシカが出るようなところ多分人って限られてるので、そうですね、これやっぱ占いってね、当てに行かなきゃ意味ないので、はい、山の中の人が全部ダメだとは言いませんけど、やっぱきっかけを自分で作りに行かないといけないので、自分がこうアグレッシブに動かないといけないですね。山からやっぱ降りないと街に行くしかないので、出会いはね、ぜひ信じて動けば必ず出会いがあると思いますので、ぜひ動いてください。積極的に動いてください、はい、もうたくさんのお悩みありがとうございました。